楽天、巨人、12日、楽天モバイルパーク。モデルや女優として活躍する玉田詩織さんが12日、楽天モバイルパークで行われた楽天巨人戦の前にセレモニアルピッチを行った。地元、宮城県出身の玉田さんの一球に地元ファンは大きな拍手を送った。マウンドに向かった玉田さんは背番号220のユニフォームを着用。クロスカートをひらひらさせ、 マウンドに上がると投球は捕手役を務めた石原兵捕手の頭上を越えそうになる、元気いっぱいの一球になった。投げ終わるとキュートな笑顔で周囲に挨拶。スタンドからは大きな声援、美少女スマイルで交流戦の首位を走る楽天を勇気づけた。玉田さんは2017年、第15回全日本国民的美少女コンテスト、にて審査員特別賞を受賞。 2018年には第90回選抜高等学校野球大会、選抜応援イメージキャラクターを務めた。22歳の玉田さんは球団を通じて、自分で言い続けていたノーバウンドで投げることができてよかったです。練習とシミュレーションをしっかりやってきました。こんなに体勢の人前に立つのは初めてですごく緊張しましたが、 楽天イーグルスファンの皆さんから温かい声援をいただきとても嬉しかったです」とコメントした。